秋深き隣は何をする人ぞ。おばあちゃんおばあちゃん大変大変。なんだよ、人がせっかく秋を鑑賞してるのに。大事な秋を忘れちゃいました。なんだよ大事な秋って。食欲の秋。やっぱりあんたはそっちかい。栗にぶどう、それに小豆。小豆ってよくあんた知ってんね。小豆はあんこの材料。まあそうとも言うね。で、その回覧板は何なんだい。あ、これ、あ、先に源さんがおばあちゃんに渡してくださいって。おー、あ、秋祭りの知らせだね。お祭り。お祭り。あ、日本にはね、秋になるとたくさんのお祭りがあるんだよ。まあ、こういうね、詳しいことはキャロライン東中野さんに聞いてみましょうね。キャロライン、はい、さん。はい、皆さん、秋も深まりましたがいかがお過ごしでしょうか。日中もだんだん冷えてきて、懐も冷えてきて、私の隣はいつも空いて、私を温めてくれる人は誰もいない。キャロライン東中野です。無理もない。すいません、無理もないです。はい、それでは本日は秋祭りについて。秋祭りとは秋に行われる祭りの総称である。主に農村地帯において収穫を感謝する祭りである。また日本では古くは飛鳥時代の光玉天皇の時代から始まったとされる収穫祭、新嘗祭があり、これを秋祭りと指す場合もある。以上、キャロライン東中野。ねえ、これどこで買ったのよ。これ聞いてましたか。あ、来てます。たこ焼き、あずみ羊羹。聞いてないじゃんか。全然聞いてないじゃんか。秋祭りの説明してたのよ。とにかく食欲の秋いっぱい楽しめる。これなんでこんな格好してるの。ハロウィンだよ、モンスター。熱はないよ。まあね、秋にはだからね、お祭りがいっぱいあるの。食べたいものは。ん、食べたいもの。食べたいものは、モンブラン、小豆、羊羹、それに、いや、やばい、いっぱい美味しいものあって、やな。ところでさ、この回覧板、ゲンさんが持ってきたでしょ。ね、ゲンさんは他にも何か持ってこなかった。団子。やっぱり食べちゃいました。やっぱり。もうあんたはね。じゃあね、ここに書いてあるんだけど、今年はお祭りのお手伝いをしてくださいって書いてあるの。え、だからお手伝いしなきゃダメだよ。いや、私食欲の秋いっぱい楽しもうと思ってたのに。まあそういう考え方もあるんだけどね、今回はお手伝いをしてくださいって。いい。じゃあじゃあじゃあ、うん、大人の奥の、あの羊羹をください。大人の奥。うん、大人？大人の奥の羊羹。あ、それ言うんだったらさ、戸棚の奥ってやるの。あ、そう、あの戸棚の奥。あ、羊羹。あんた、あの羊羹食っちゃったのかい。あれはね、ばあさんが朝6時半から並んで一生懸命買ってきた羊羹なのに。チクチー。わかりました。ではですね、その羊羹を食べながら一緒にお手伝いしましょう。はい。ところで、なんでこんな格好してんの。ハッピーハロウィーンモンスター。やっぱりちょっと熱があるな。その前に病院に行こう。皆さんこんにちは。はい、どうもですね、11月の2日土曜日、
午後2時でございますね。こちら、はい。まあ突然でびっくりしたかもしれませんが、はい、こちらね、今日のゲストです。はい。和野豊彦ディレクター、はい。アンド和野バンドのボーカル、はい。どっちが本職なんですか。私はディレクターを本職にしております。そう。本当です。あ、本当ですか。はい。あ、それは今日知ったな。大変上がっていますので、あの自分の職業もね、あの何だったか今ふっとね、あ、そうなんですよね。信長さんもね、一体自分が何者かふと分かんない時ありますからね。はい、というわけでね、ゲストの方から紹介始めました。信長さんと8番目の様でございます。よろしくお願いします。まあね、ある程度もう即興だからね、バタ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 とこう進んでおります生放送ですが、今日はね、和野監督と最初何を話そうかということで、はい、ね、ですね、うん、あの。前回、うん、僕の知り合いの若い子が22、3歳くらいだけれど、うん、芝居をするっていうんで宣伝をさせていただいて、ありがとうございます。前回ね、はい、前回ちょうど野村さんいない時に、野村さんちょうどあの柳川の方にいましたね、ごめんなさい、はい、で、その出させていただいて、うん、その後聞いたらね、うん、ものすごい緊張したって言ってる。で、言いたいことがね、うん、全部言えないっていうかね、うんうん、ですごい緊張したって言ってて、うん、あ、そういうもんかなと思って、うん、今あのよく分かってますけどね、緊張するっていうのは。あ、そうなんです。全然緊張してないじゃない。よく分かってるんですけども、今日、昨日初日で無事終わったみたいですけれども、うん、あ、そうだ、11月の1日から。そうそう、1日から始まってもう終わっちゃったの。初日がさ、あ、初日がね。紛らわしいよ、もう終わっちゃった。初日は一回呼吸ですね。絵盗むぬえって読むんですけれども、ぬえ、絵盗むぬえというお芝居を阿佐ヶ谷でやっておりますんで、うん、インターネット引くと出てくると思いますんで、あ、ね、うん、今日は2時から始まるのと18時からありますんで、まだお時間ありますんで、まだ今から行けば、はい、ね、はい、これ見ないで行けば間に合うから。そうね、こんなこと言ってたね。阿佐ヶ谷の、アートスペース、うん、プロットだったかな、ロフトだったかな、忘れちゃったけど、あ、あれはね、忘れた。頼むよ。あの、あれ先週、あ、先週は前回出てた方、場所覚えてる？あ、ほらほらほら、阿佐ヶ谷アートスペースプロットというところで、うん、18時からやっておりますんで、絵を盗むぬえ、ね、面白いと思いますんで、うん、お時間割の方はぜひお願いいたします。ぜひ認知あげてください。ね、でも監督の知り合いやっぱりいろいろいるんですね。あの若い子からもう本当にお年寄りまで。そう、あの若いっていうと大体のアシスタントやってくれるアシスタントジョーとかアシスタント君ですけれどね、うんうんうん、あのみんな本当によくやってくれてありがたいなと思っております。あ、そうか、はい、そういうね、それで、そうそう、それで今日聞きたかったのはね、うん、あの彼はもう22、3歳で芝居を始めて、うん、今回その劇場でやるのは初めてみたいなの。お芝居を？そうっす。ということは何？なんだっけ、旗揚げ公演？これまでずっと芝居やってたけれども、うんうん、仲間内とだけやってて、うん、あの阿佐ヶ谷のその劇場を借りてやるっていうのは初めてみたい。うん、おお、なるほどね。あの、うん、すごくドキドキしてると思うの。はいはいはい。で、うん、まあ昨日初日住んでますけれども、うん、まだ4日まであるようですけれど。うん、江口さんもお芝居、うん、江口さんっていうかね、ノブばあさんのお友達の江口慎さんね、はいはい、お芝居やってるでしょ、うんうん、いくつくらいから始めた、ね、あ、あの方はですね、うん、結構始めたのは遅いみたいですよ。何歳？23ぐらいじゃないですか。その時はやっぱし緊張してたようですか、うん、江口さん。いや、あの方はですね、あんまりそういう神経ないからね、緊張っていうあれはなかったんじゃないかなと。あ、そう。その前にね、あの緊張っていう言葉自体ももう飛んでると思う。ああ、そういう人、それぐらい分かんないんだね。いいね、そういう人ね、すごく、うん、あの気楽そうで、うんうん、で、ただその新さんは今50半ばくらいですけれども、その頃から始めて30年くらい芝居をずっとなさってるわけですよね。ああ、もうそうですね、30年は ね。その時、その、うん、若い時にやってた演新さんと、うん、最近の演新さんで何か違いみたいなのありますかね。老けたですね。それはさ、誰が見ても分かるけど、そうそう、じゃあ誰が見ても分かる。芝居をする前のね、うんうん、あの気持ちだとか、うん、緊張だとかね、うん、まあ、そういった面ですけど、うん、精神的な面とか。あ、これ真面目な話ですか。うん、そうだよ。真面目な話なの、うん、あ、真面目な話ではね、全然変わったでしょうね。どういうふうに？うん？中身が変わった。心というか、考え方が変わった。
だからその心とか考え方の中身を聞いてるの、うん、ああ、うん、例えば例えばね、前はこのお花が、うん、これはお花、これは何ですかって聞かれたらお花って言うじゃないですか、うんそういうのお花ですとしか答えられなかったことが、うん、今ではこれ何ですか、これは秋ですねとか、あ、その一つのものに対して、うん、あの単純に一つのことを答えるんではなくて、うん、いろんな角度から見れ、そうそう、見れて、例えばお花だったらこのお花はいつ咲くのかとかですね、こうやった秋とかこうやった夏とか、その花によって、うん、その背景にあるものを逆に、そういうふうなその心が変わった、精神が変わったっていうのは、うんうん、あの実際舞台に立った時にも、うん、なんかその何かしらの変化ってあるんですか？あります。それを具体的にお話しいただけますか？うん、ありますね。例えば、例えばね、うん、こう何かをする芝居で、こうセリフとかでもあるでしょ、うん、芝居とかでもセリフを、うん、自分で考えちゃう、考える、うん、考えるっていうのは、これは言葉にしなくてもお芝居で表現 できるんだったら、そのセリフはいらない。あ、なるほどね、うんうん、あ、そうするとそのここにお花がありますっていうセリフはいらないですよね。あ、こうやればいい、うん、どうですか、そうするとなんか全然変わってきますよね。すごくその、芝居自体の深みにも関係するだろうけれども、うん、役者さんとしてこう立ってる時には、うん、ある余裕みたいなものも持ってる。余裕っていうか、うん、あの自分の中であの、まあ、落ちていくっていうんですか、その言葉とか意味が。あ、だから、自分が分かってるから演じやすい、うんうん、でもそのなんか若い頃と変わる前っていうのは、分からないでセリフを喋ってたり、あ、なるほどね、意味が分かんなくてもこういうふうに喋りなさいとか言われてしてるから、結局中身のないものを一生懸命真似してるっていう感じがあったんじゃないかなと思いますけどね。やはりあの遠心さんとこういう話はしたことないですけれども、ないですね。ノブばあさんはやっぱり深いところがおありで、もう私は86ですから。86ですか、うん、それでね、うん、あのこの間あの出てきて、それですごく緊張して帰っていったんだけれども、うんうんうん、実はそのお友達の遠心さんとかね、うんうん、そのそういうキャリアを積んだ役者さんたちに見てもらいたいんですよ。ああ、なるほど。うん、そうするとね、うん、あのいろんなことがね、うん、あの、うん、まあアドバイスが後でできるだろうし、いや、アドバイスはできない、あのいろいろとさ、うん、あのあるだろうなと思って、一つはね、あの遠心さんは今元気で芝居なさってますけれども、うんうんうん、そろそろ30過ぎ40とかになって、そろそろ芝居の道はよそうかなとかさ、うん、そういうふうになる時もあるでしょ。ありますね、ね、うん、そういうふうなあの時期に差し掛かってるような人方に見てもらうと、ちょうどその人たちがね始めた頃、ドキドキしながらあの幕が開いて、さあお客さんの前でっていう風な、そういう時の気持ちがね、なんとなくこう刺激されるんじゃないかなと思って。ああ、なるほどね。若い人のね芝居を見ると、だからそうするとその、おそらくね、彼らは若いお客さんをイメージしてると思うのね、自分と同じ年代の。だけど年のね離れた遠心さんとかね、のばあさんとか、そういう方、そういう年代の方が見に行って、どう感じるか、そういうのはね、あのぜひあの体験していただきたいなというか、そういうふうに若い人の芝居をね、あの50になっても60になっても80になっても見に行くくらい我々は若くなくちゃいけないと。いや、江口さんとかよく見に行ってるらしいでしょ。だからね、若いんだなと思うので、あの、うん、逆にあのすごく勉強になって帰ってくる。あ、逆に、うん、例えばどんなこと。芝居っていうのは技術じゃない、うん、一番必要なのは一生懸命さだっていうのが分かりますね。一生懸命やってるやつはね、何をやっててもね、これ感動しますよ。もうだから芝居よりも話よりも、うん、その人間に感動するっていうかな、あ、うん、そこが見れたらね、僕はこう逆に、あ、いいなと。なんかこうね、若いとこからそのなんか技術に走ったりとか、うん、そのいろんなこうまさとかに走るよりも、うん、とにかく一生懸命やってるやつってのはね、うん、汗流して芝居やってるやつってのはやっぱ感動しますよ、うん、まずここが手がかりかなと思うんですよね。なるほど、うん、お時間いただいて、お話をさせていただいてるんですけれども、うん、僕はその持続力がなくって、うん、そろそろ第一コーナー締めたいんですけれども、はい、いいですよ。そうですか、うん、
今江口さんじゃない江口真さんのお友達のノブバーさんがおっしゃったように、うん、親戚です。あ、親戚のね、うん、あのその一生懸命さ、そのよくやってる、一生懸命やってるっていう風なの、舞台ってすごくこう分かるでしょ。分かります。身近で見るから、うん、映画とかね、そういうんじゃなくて、うん、だから、また宣伝になりますけれども、阿佐ヶ谷、アートスペースプロットでやっている、絵を盗むヌエ18時から今日やっておりますね。今日もぜひあのお時間終わりの方はお願い申し上げます。若い子の一生懸命さを見てやってください。はい、ね、お願いいたします。ということで一回にたまる。しております、ジャパンアクターズ TV のばあさんと8番目の侍でございますね。はい、インターバル明けはですね、今度はアカデミックな、なんと初企画ね、この和野監督のアイデアでいただきました、なんと中国語講座、パンパカパンパーンパン、はい、という感じでね、せっかくね、せっかくレインがいるんだからね、はい、ここで中国語をね勉強しない手はないということですね。そうそうそう、あの中国語はね、あの難しいんだろうと思うの、きっとね、きっとね、だけど、あの短い言葉ならもしかしたらねできるかもしれない、うん、ということで、今日は中国のことわざをいくつか、ことわざね、皆さんと、はい、勉強してみようという、うん、ではまず出しましょうか、そのことわざを。ことわざ、じゃん。ですね、一行目はこれ、日本語のまま読むと、うん、和気地消。和気っていうのはなんか穏やかな気分なんだろうと思うのね、うん、で地消っての地っていうのは招くっていうふうな意味があるんで、で消はね、あの吉祥寺とかね、吉祥天の消だからなんかいいことなんだと思う、うん、きっとそれはね、あのおめでたいことわざなんじゃないかなと思って、和気地消。さあこれ、ノブバーさんはどういう意味だとお考えでしょうか。いや、ここ書いてあるからね笑うことにここ来たって、そうね、笑うことにクイズにしようと思って書いてあるこれを、中国語で聞くとどうなるんだろう。そうだ、うん、ね、中国語はこれは、うん、和气致祥。もう一回お願いいたします。和气致祥。これね、ノブバーさんに覚えてほしいのね。えぇ、だから、ノブバーさんで練習させてあげてほしいの。なんてさ、おばあちゃん、うん、聞いてね。和气致祥。和气致祥。どう？和、あ、和。和。气。气。致。致。祥。祥。和气致祥。和气致祥。妈呀。これは結構でき割といい発音でした、今のは。わかるの？まあまあ結構。今のばあさんが言った言葉で中国の方はわかるね。で、二つ目言ってみようね、二つ目ね。これ、そう、あのね、これ日本語のまま読むと、牛に対して琴を弾く。牛に対して琴を弾く。そうね、牛に対して琴を弾く。日本語の類似のことわざで言うと、馬の耳に念仏だから。あ、そうだね、意味的にはそんなの。日本語もこういうのことわざあるんですか。そうそうそう、うん、そうなんですか。それが日本語ではみんなが使うのは馬の耳に念仏とか猫に小判とか使うんだけれど、中国語のこれ読むと牛に対してことを引く。さあこれ、はい、ノブバーさんの家ではね、
馬の耳に仏壇って言うと、あ、ほんと、うん、あと猫にこんばんはってのがあります。あ、ほんと、柳川みんなそう言ってる。でも、でもさ、猫とかこんばんはとか言うたらわかるかもね。わかるでしょ、ね、猫にこんばんはって言うと、うん、そう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 、猫なんか、なんか猫でなんか話せるの、猫も、ね、話は戻しましょうね。すいませんさあ、これ、あの中国語で聞いてみましょう。はい、对牛弹琴。さあ、のぼうさん、いってみましょう。もう一回。对牛弹琴。对牛弹琴。あ、割といいじゃない。いいですね。うん。うん、ね、very good。ね、すごい。糖尿病で単身赴任。さあ、もう一遍やってみましょう。对牛弹琴。对牛弹琴。あ、いいね。うん、いいね。いいね。すごいね。中国、私も今日から中国。江口さん結構、江口さんじゃない。江口さんの友達の、のおばあさんは、割といけるね。ちょっと耳がいいんだね。あ、そうかもしれない。すごいですね。ね、うん、耳がいいんだ。うん。さあ、三つ目ね。はい。これはね、あの、見ると、日本語でもわかると思う。座る、立つ、不安だから、座ってても立ってても不安なんでしょうね。で、気が気でないと。これ、わかりやすいと思うけど、さあ、ね、中国語で言うとどうなるんでしょう。坐立不安。もう一遍。坐立不安。うん、さあ、のばあさん。坐立不安。いまいちだな。もう一遍。どうだ。坐立不安。おお。早いね。本当気が気でないな。早いですね。じゃあ、レンちゃん、これあの1行目、2行目、3行目、もう一遍、うん、学習のためにお願いいたします。はい、1番は、和氣致祥。で、2番目は、2番目は、对牛弹琴。3番は、坐立不安。いいね。これ、レンのことだね。うん、ですよね、あ、僕じゃない、おばあさんが言ったのは座っても立っても日本にあるじゃないですか、うん、お花で、え、花で何の話、例えば芍薬、座ればボタン、ほら、あ、そうだね。でこれさ、座っても立っても今ここ不安ってなってるところをさ、座っても立っても美人ってやる、そうそうそう、美人ってやる、そんなのないと思うで、ありがとうございます、まあ、冗談はこの範囲にして、はいはい、ではことわざ2つ目いきましょう。これちょっと長いですね。長い。うん、これはね、日本語で読むとどうなるかっていうと、お酒を3年間諌める、やめるとどうなるかっていうと、お金が残ってるなんてことはない、お酒やめたって お金なんか残んないよ、だからお酒飲んだっていいじゃんっていう酒飲みの自己弁護に近い文句だと思いますね、うん、ではこれをやっていただきましょう。これは戒酒三年没有钱。これは長くてちょっと手に入れないね。もう一回やっても。戒酒三年没有钱。没有钱。なんか没有钱はね、お金がない。没有钱。あ、そこだけ、没有钱。そこだけ覚えようか。あ、そこだけいいね。ね、没有钱。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 お金ちょうだいで没有钱。没有钱。街で行っちゃダメだよ。え？そうだね。中国に行った時にこればっかね。メヨちゃん、メヨちゃん、メヨちゃん。さてもう一つ、これはね、日本語で言うとアバタマエクボっていうふうに言えるらしいですけども、これね、常人、常人とも読みますけれども、これは恋人って意味ね。あ、恋人って意味なんだ。これ次はメって字でしょ。メって字があって、次あの里って字があるけど、これは眼里、その目の中って意味ですね。ああ、はいはい、恋人が目の中で、次は出てくる、うん、何が出てくるかっていうと、うん、精子が出てくる、うん、でこの精子って人はね、うん、あの中国の代表的な美人なんです。もうあの陽気とかいるけれども、うんうんうん、精子って本当に美人で、うん、あのね、潜みに習うって日本語があるでしょ、うん、知らずに言ってるな、うん、あの精子って人がね、綺麗な人で、だけど病気があって、胸の病気があって、うっとこう顔をしかめた、うんうんうん、それがすごいね、色っぽいわけ、ベリーグッドなわけで、それをね、見ていたあんまり綺麗じゃない子がね、真似したの、うんうん、精子の、うん、そしたらすごいことになっちゃった。その村のね、あのお金持ち、大きな
門を持ってるようなお金持ちは門を閉じてみんな中に入って出てこない。逆効果なの？いや違う。それで あんまりそのお金持ちじゃない人、村人たちは、うん、その怖くなって家族を連れて村を出てっちゃった、うん、そのくらいその、うん、静止っていう人は綺麗だけれども、うん、その真似したね、あんまり綺麗じゃない子が真似したら恐ろしいことになっちゃった、うんうん、あれもあれでなんか一つのことわざが出てきたんですよ。どういうの？静止は死守よね、うん、それでみんなが闘志っていう東のなんか静止を並ぶの人が闘志ってみんなの名前をつけて、うん、それであのことわざが、うん、東平少士東平少士そうなんか闘志が聖書を並ぶで、うん、でもできなくて、うん、これは東平少士でいうあんまり綺麗じゃない子はねあんまり綺麗な子の真似しない方がいいんじゃないかって話だと思うんだけどもしかしたら全然違うかもしれないけど、うん、さあこれを、中国語で読んでいただきましょう。情人眼里出西施もう一回やってください。情人眼里出西施いいね。隣でこの辺で中国語が鳴ってるのはすごくいい感じ。中国うまいね。ありがとうございます。ほんと上手だね。これはもちろん私中国人。あ、そうだな。あ、そうだね。はい、それでことわざね、ね、こうやって調べると面白いですね。面白いね、ね、そうそう、それから徒歩の詩をね、お勉強しましょう。はい、今度は詩に入っていくんですね、はい、はい、これはね、徒歩のこれ、そうそう、それそれ川、江口、これはね、江口の絵ですね。川ですね。だけど、陽子港とかね、甲賀とか、そう大きな川だと思うよ、うん、そうそう、あのね、江口っていうね、ミュージアムね、調べたら昔川の入り口だったからですね。あ、大きな川のね、うん、で、それで、川口と江口とか、ああいうのは同じな、うん、なるほど。でこれは有名な詩ですね。甲は緑にして鳥いよいよ白く山青くして花は燃えんと干す、今春間のあたりにまたすぐ何の日かこれ記念ね、大きな陽子港とか甲賀とかその大きな川も緑でね、綺麗にあってそこに白い鳥がね、スーッと飛んでいい風景だね。でそしてふっと自分の後ろを見ると山で、それはもう緑がいっぱいで、その中に花がわーっと咲いて、でそうした春も、まあ、また過ぎていくんだねと。で徒歩って人はね、ずっと放浪の旅をしなくてはいけない境遇になってたんで、ずっと家族を連れて旅をずっとして歩いてたのね。あ、家族を連れて。そうだよ、中国の人がね、旅って言ったって場所とかね、ああいう人みたいに一人旅じゃない、家族を全部連れて食べるとこを求めて行くわけ。そういうふうな旅を続けていて、また春が過ぎていくと、いつになったらその家に帰れるんだろう、何の日かこれ記念。そういうことを読んでるの、いい詩だね、やっぱね、さすがだね。これをさ、中国語で聞くとどうなるんでしょう。江碧鸟逾白山青花欲燃今春看又过何日是归年。もっとね、僕はディレクターですから、気持ちを込めて、なるほど、アクションも込めてやってみましょう。はい、5秒前、4、3、2、9。江碧鸟逾白山青花欲燃今春看又过何日是归年。いいよ、やっぱ気持ち込めた方がね、いいよね、いいよね。実に NHK の中国語よかった。これいいね。甲は緑にして鳥いよいよ白く山青くして花は燃えんと干す、今春目のあたりにまたすぐ何の日かこれ記念。いい詩でした。いい詩ですよ ね、 やっぱりこれさ、私ちっちゃい頃多分勉強したことありましたね。あ、そうなの、うん、それはそれは。さて、もう一つです。はい、出ました、ビョン。これはね、さっきの徒歩の詩ですけど、これは李白の詩です、うん、ガビっていう、ガビっていうのはね、大きな山なんだと思うの。でそこにお月様があるわけね、ガビ三月で、それを歌った歌です。で全体はね、これね、ラブソングなのね、多分。で、ガビ三月、半輪の秋、半輪の秋っていうのは半月なんだろうね。
影は平郷の香水にりて流る、その月影がね、あの川の上にさーっとこう広がって、夜生計を発して山郷に向かう、夜船に乗ってどっかに行くんでしょう。で、君を思えども思えども見えず異臭に下る、君のことを思ってるんだけども、あの別れてきちゃったんで君のとこ見えない。で、一人で優秀っていうところに行くんでしょうね、きっと。なんかね、いいラブソングのような気がするんです。ただ、あのラブソングじゃないっていうふうに解する方もいらっしゃいますけど、僕はラブソングって言った思った方がなんとなくいい。なんかいいよね、ロマンがあるね。さあ、これを、中国語でそのね、すって読んでみましょう。はい、5秒前、4、3、2。峨眉山月歌。峨眉山月半轮秋，影入吴江江水流。夜发清溪向三峡，思君不见下渝州。何言ってるか全然わかんないけどね。ね、これでね、何言ってるかわかんない時にはね、あのアクション。アクション。こういうものがね、はい、はい、気持ちを入れる。ここで何？それでしかも一行ずつ区切っていく。はい、このくらいやるとね、すごく良くなると思う。はい、はい、5秒前、4、3、2。峨眉山月歌。峨眉山月半轮秋，影入平江江水流。夜发清溪向三峡，思君不见下渝州。ね、よくなってきてる。まだもっと分かんない。ただし、ね、もっと具体的に。そのね、もっとね、そうだね。今アクションがこっちしかないもんね。やっぱり両手でこう。さあ、オーバーアクションのガビ三月の歌、中国語で皆さん聞いてみましょう。はい、はい、5秒前、四、三、二。峨眉山月歌。あのね、そういう風にするとあのリハクさんが怒ると思うんで。すいません。はい、リハクさん、すいませんでした。君を思いの。はい、はい、ちゃんと行きましょうね。君を思いのも見える。5秒前、四、三、二、はい。峨眉山月歌。峨眉山月半轮秋，影入吴江江水流。夜发清溪向三峡，思君不见下渝州。いい、泣ける。ねえ、ただ格好はどうも似合わないだけなんで。内容は良かったですね。良かったね。あのこれご覧になってる方々がどう思いか分かりませんけれども、隣で聞いてすごい良かったよね。なんかね。ね、うん。ありがとうございます。すごくうまいじゃんな。で、それで2つ今読んでいただきましたけれども、あのやっぱりね、中国、まあ、日本では漢詩って言いますけどね、あのあんまり人気がないかもしれないけれども、やっぱいいもんはいいね。でもこうやってあの新たに読み返したりすると、ね、すごくヒントがいただけますね。こうね、君思いども見えずとかさ、ね、こういうね、そうだよね、言葉の使い方ね、はい、新興部だね。うん、ね、リハクは本当に天才ですよね。リハクは本当に天才ですよね。ね、そうそう。あのね、僕ね、江口さんじゃない、ノブバーさんのお友達の江口さんと話してても、うん、時々呆れて物が言えなくなるとか言ってるけど、ノブバーさんもそんな気あるね。あ、こうやって読むとでもすごいね。はい、じゃあ最後に、うん、ガビ三月の歌を、しっとりと。アクション入りでレインちゃんに読んでいただいて終わりにしましょう。はい、はい、5秒前、4、3。峨眉山月歌。峨眉山月半轮秋，影入吴江江水流。夜发清溪向三峡，思君不见下渝州。はい、というわけで皆さん、連日の秋楽しんでいただきましたでしょうか。ではインターバル。はい、おめでとう。
した和語でございます。まだ出ております。これから隣にいる家崎君と一緒に歌を歌います。まあチャンネル切っても別にいいんじゃないかと思いますけれども、この際だからずっと見てよという方がいらっしゃればずっと見ててください。最初アーリータイムズという歌をいきます。残り少ないボトルはアーリータイムズ、遠いとこから届いたボトル、おお簡単月影の下、奥の樽に眠り込んだ長い
Yeah.
間にレインちゃんが、さっきみたいに詩を読んでくれる予定です、やってみましょうね。はい、ワン。峨眉山月半轮秋，影入吴江江水夜发清溪向三峡，思君不见下渝州。Ski
两岸琴声提不尽，轻舟已过泛重山。朝の光が見えてくる、高い塔を照らす、空に浮かぶ朝雲は、バラの花の匂いを、遥か
皆さんいかがでしたでしょうかね。わらバンドの生ライブを聴いていただきました。どうもわらバンドさんお疲れ様でした。どうもありがとうございました、第2スタジオの方でやってますんでね、向こうの方で。はい、というわけで、ね、今回もね、もう終わりに近いんですけどね、今ですね、のばさんのふるさと福岡県柳川市では白秋祭というね、詩人北原白秋さんの、生誕、今日がね誕生日なんですよ、11月2日ということでね、昨日、今日、明日と大々的にすごいお祭りをやっています。川には約200艘の船がダーッと行き交って、夜も昼も賑わっているそうなので、ぜひお近くの方行ってあげてください。よろしくお願いします。というわけでね、今回はこれで失礼したいと思います。また次回、のばさんと8番目の侍よろしくです。どうもで15年11月1日、柳川市では水郷の秋の風物詩白秋祭水上パレードが華やかに始まりました。ほおずき提灯やあんどんで飾った数々のどんこ舟、白秋作詞の童謡でコーラスや演奏を交えながら彩りを添えます。川岸のかがり火、仕掛け花火に打ち上げ花火、情感漂う一大絵巻が繰り広げられます。そこには水郷柳川の風土が育てた市井北原白秋の詩歌の母体となった情景が広がるのです。